これがですね、またたびです。またたびの花いっぱい、このですね、この白い葉っぱ、斑入りの葉っぱがですね、目印になります。ここがですね、我が家の、まあ、先祖代々というわけでもないんだけど、うちの親父がちょっと購入した、松山です。よいしょ。これがですね、これが漆、これ花咲いてますね。これね、花粉が落ちるとね、それだけでもあのかぶれますので怖いんですけどね。今日のですね、目的は、山椒です。山椒の実を取りに来ました。ここにですね、ヘビイチゴがですね、なっています。これはあの糖分がほとんど含まれてない、ほとんど味のしないものですね。でこちらにあるのが、これ三つ葉になります。もう硬くなってて食べられません。あとね、ここに雪の下があって、あったこちらがですね、雪の下になります。で天ぷらにして食べたりするんですけどね、これ雪の下です。こちらにはアジサイが咲いてますね。これがですね、うちの松山なんですが、ちょっとこれからここね、漆のね下を行くから怖いんだよね。山椒ってあの雌雄異種なので、オスメスがあるので、花はどっちも咲くんだけども、実がつくかどうかというのはあのメスじゃないと実がつかないんですね。おこちらにハマキムシが、葉っぱをくるくる巻いています。これくるくるってあのほどくと中に虫が入ってますね。これがさらにこう、わーいっぱいここハマキムシいる。これほら、こんなにハマキムシ、あれも漆ですよ。漆濃いな。接触性皮膚炎。漆というのはアレルギーなので、あの出ない人には全然出ないんですよ、漆って。これがですね、黒文字ですね。なんか黒文字の葉っぱをお茶にして飲むとかなんとかっていうのが最近あの私のよく見ているサイトに出てくるんですけどもね。これが花いかだか。あれこれあのここにね、あの実っていうか種がつくんですけどね。これも山椒ですよ。小さい。これね、まだあの実がなる方なのかどうなのか、やるオスなのかメスなのかがわからないと。庭に持ってって植えてもね、まあ、春先にあの、木の芽を味わうにはいいんだけど、山椒の実を取ろうと思ったら、やっぱりメスの木をね植えないとね。
最近あの八戸市内でもね、なんか熊が出てるらしいので要注意なんですけどね。これがホウノキです。ホウノキ、ホウバ味噌作るやつ。今日これ持って帰ってホウバ味噌でもやろうかな。ホウバ味噌 やるやつってのなんかこれ干しといて枯らして使いますよね。これいいな。今日帰り、忘れなかったら何枚か葉っぱ持っていきたいと思います。うちの親父がねこの山を買って、実はこの下の沢、ここから水が湧いてるんですけど、その湧き水を利用して、いわゆる田んぼをですね開墾したんですよ、ここね。今だったらもう米なんて増産しても全く意味ないんだけど、当時はまだですね、当時って私が小学生の頃ですけど、この農家がですね田んぼを開墾してまで米作ろうとしていたんですね。この下にねたくさんマタタビがあります。あそこにずっと白い葉っぱが見えてますけど、全部マタタビですね。そして向こう側にねあれもあるんですよ、コクワ、サルナシですね。コクワもあるんですけど、ここね漆が怖いので、俺あんまり自分の持ち山なんだけど、あんまりね、近寄りたくないというか。これもマタタビですね。マタタビ、花がたくさん咲いています。さてここいらなはずだな。ここだ。ここを降りると山椒の木があるんですね。結構ねこの辺カモシカが歩いた跡とかあるんですよ。これなんだ、これカモシカ、人じゃねこれ、人の足跡じゃないか。誰か入ったのかな、うちの山にどうだろう、足跡っぽくもないな。よいしょ。なんか漆の木がね、これは今度ねあれですよ、ツタ漆、ツタ漆もねツタ漆の方が結構強力だったりするんですよ、本当の木の漆よりも山漆よりもね。怖いですっていうか嫌いですこれがですね、うちの父親が開墾した田んぼ、ここに土手を設けて、こっち側から3枚ぐらい田んぼ作ったんですけどね、これが山椒ですが、これには実はなっておりません。これがね、これが漆、これは実はもう漆の液を取れますよ、樹液を。これねピーって漆かきの刀があるんだけど、それでシュッとこう傷つけるとじわーっと樹液が湧き出てくるんですけど、それをですね溜めて、漆にするわけです。これ山椒です。これも枯れてます。こっち側はまだ生きてるけど、山椒ってね大きなトゲがあるんですよ。これこういうやつ、こういうトゲがあってですね、これのちょっとこう持ち具合のいい、これは平べって扁平だからふさわしくないけど、丸いやつ、こういうやつですね、こういうのとかこういうのを切って
すりこぎに使いますね。すりこぎ、ここらもね実がなる木があるんだけど、ちょっともっと効率よく取れる木があるのでそっちの方に行きます。ここも田んぼになってますね。うちの親が開墾したところです。それからね、ここを開墾するときにブルトーザコをかけたんですね。そしてこの今笹が生えてるところあるんだけど、そこの崖というかヘリをですね削った時に、中からねたくさん縄文土器出てきたんですよ。縄文土器、なので、今から数千年前にはですねここに集落があったと考えられますね。その頃はどんなだったんでしょう。こういう松とかね植えてはいなかったとは思うんだけど。これは富士の鶴ですね。これうちの赤松です。こっちが阿賀杉になってますね。この杉はうちじゃありません。よその人のものですね。でこっち側の赤松がうちの木です。ここに栗の木が一本生えてますね。これ太くなれば、いわゆる、溶剤として使える。あれもでかいですね。あれはもう柱にできるな。栗って硬いので欅と一緒にですね、家建てる時の土台にしたり柱にしたり結構用途があるんですね。栗の木って価値が高いです。実はなるし木は使えるし、やっときました。ここがですね我が家の、この山椒の実取り場。今年もいっぱいなってますね。山椒取っていきたいと思います。これがですねこれニワトコ、これニワトコの実です。でこれを、夏のたくさん取って亀に入れて発酵させるとお酒ができます。ニワトコのお酒、ニワトコの新芽を天ぷらにして食べる人たちもいるようなんですけど、私はそれはあまり勧めないんですけどもね。これは昔からなんか山の人たちのお酒として使ってたみたいです。これちょっと味見てみます。ちょっと苦いですね。美味しいもんじゃない。さてそれではこれから、山椒の実を取っていきたいと思います。これね取り始めると延々と取りたくなるんですよ。よし、なるべくこの木のこの軸がねつかないように実だけ取りたいんだけど、なかなかそういうわけにもいかないんですねこれね。こんな感じで取っていきます。山椒をもぐときこれをですねブチッともいじゃうとこの軸がそのまま取れちゃうので、私はですねこれ取るときにこういう風にしてねしごくんですよ。そうすると実だけ取れます。なんか冷凍すると実離れがいいとかってね言うんだけど、取るときにこういう工夫をして取れば後が楽ですよね。
こんな感じでね、身だけ取れるんですよ。ちゃんとあの取るときにしごくとね。ただ、もうその時にはすでにこの揉むことによって、山椒のですね、揮発成分というか、それが、もう出ちゃうので、そういう点からいくと、まああまりいい方法ではないのかもしれない。なんていうのかな、山椒のその香りを、長時間持たせるためには、いい方法ではないのかもしれないんだけど、私はもう家に帰ってこれすぐ調理しちゃうので、加工しちゃうので、そんなにね、ビニールの袋に入れて持って帰ってる分には全然その、揮発するとかっていうこともないし、そちらの方がいろいろと後から楽ですね。で、まあ、今回もですね、ペーストを作ろうと思ってるので、そうするとですね、多少この、小さなこの軸っていうんですか、こういうのが混じっても、まあ、これは他でと揉むと取れるんですけど、これが混じっててもね、そんなにミキサーにかけちゃえば気になりませんね。硬いやつだとちょっとまずザリザリして良くないんですけど。やっとこの分全然足りない。もうちょい頑張ります。なんか頬の木にですね、謎の傷跡がありますよ。熊の爪とはまた違うと思うんですけどね。チェーンソーを使ったようなあれもないから、人間がなんか機械かなんかで傷つけたっていうのとはまた違うんじゃないかなとは思うんだけど、何でしょうか。でこちらにですね、ホオノキの葉っぱがあるので、これをですね、ちょっとこの大きいやつ何枚かもらっていきたいと思います。これでホオバ味噌焼いてみたいと思います。いいですね。ああ、暑くていい葉っぱだ。はい。ああ、これで、ほうば味噌やったら、楽しみ。ですね。向こうに見えてる、白い葉っぱ。あれはマタタビです。そこ花咲いてるの見れるかな。お、これはマムシグサ、マムシソウですね。もう花が散ってますね、これね。この辺では大バチと言います。猛毒です。こちらが、咲いてますね。これが。マタタビの花です。マタタビの花こんな感じで咲いています。よいしょよいしょしょ。これがね、このマタタビってツルになるからね。あ、いっぱい花咲いてる。これ秋は実を取りに来なきゃダメですね。これね、これ、こんな咲いてた。びっしり咲いてるよ。うわわわ。足取られる。こんな感じ。こんな感じで咲いてます。こっちにも。これもですね。マタタビの花です。お、なんか蜂だな。地蜂か。こちらにですね、生えているのが、水です。
こういうやつですね。水。水って葉っぱが、1枚ずつこう交互に、これ互生といってこう両方にこう生えないんですね。これが水の特徴です。こう一面水なんですけど、こっちのね、そこから実は水が湧いてて、湧き水のところからバーッと、これ生え始めたんですけど、こんなに広がってしまいましたね。ただね、ここの水ね、細いんです。まあ、下の方に行くと太いのもあるんだけど、まあ自分家の、山の山菜だから取らないというわけじゃなくて、山菜として食べるには質がいまいち。やっぱしね、美味しいの食べたいですから、痩せたというか、あまり太くない水はちょっとね遠慮します。どうせだったら自分で食べるんだったら山行ってもっと太くて小指ぐらい太い水を取った方が、まあ食べがいもあるし皮むくのも楽です。おこれね、漆ですよ。これこういうのにね、知らず知らずのうちに触ってることがあって、それがですね、あ、これ後からあれだ、下払いするときに作業用に作った道路だ。何年前だろう、10年ぐらい前かな、10年ぐらい前に林野庁からですね補助金が出るので、おたくさんの管理している松山を下草刈りとか、あと間伐ですね、間伐しませんかって話があって、話を聞いたら、いわゆるその間伐したものを、パルプ材として、売りに出すと。そしてそれにプラス、その国からの補助金を合わせるとほぼ人件費になるということで、まあ一切俺からの持ち出しがないということだったのでやってもらったんですけれどもね。あ、誰かがここにゴミを捨ててるぞ。花だ。花を育てて、おそらくもう時期が終わったから、畑から花を取ったんでしょう。むくり取って、人の山に捨ててるわ。頭くるな。大体でもね、こういうことやるのね、どこらの人かっていうのは見当つくんだよね。前ここで、うちの山で、俺タラポ取ろうとしたら向こうから人が来て、で、いやー、昔はいっぱい取れたんだけど、全然タラポなくなったなーとかって、俺に言うわけ。ここうちの山なんだけどって、誰の許可でもらって取ってんのって言ったら、言ってから気がついたんだよね。その人ね、俺の同級生の親父だった。しかもその同級生っつうのは42の時に病気で亡くなっててね、そういうこともあってあまりことを荒立てたくないなと思ったんで、息子の話したらびっくりしましたけど、あんだどこだい、うじはこれこれの息子ですって喋ったらなんかもう黙ってしまって、黙って取った分のタラップをね俺に置いてきゃいいんだけど、そのまま持って帰ってよあいつ。なんじゃこいつと思いましたけどね。まあそれがこの辺の人たちですよ。
以上です。さて帰ります。